今回は、鬼滅の刃の、名場面が、ね、載っている白熱バトルシーンの、動画になっていますね。テレビアニメ名場面をいつでも手元にという、3段階変化するレンジキュラーカード1枚付き、全5種類、ということですね。鬼滅の刃に好きな方はね、いいんじゃないですかね。私は好きなんですけどね。まあ、それで、名場面の解雇カード、チョコスナック、純チョコレート。ってことで、なんか包んでやるっていうことを言いたいんですよね。まあ、こんな感じですね。後ろにさ、このさ、紫のものがついてるんですね。ちょっと映りが悪いから、ちょっと持ち上げますね。ああ、ちょっと今日は映りが良くないな。明るくした方がね、いいですね。で、こんな感じで、あるんですね。紫っぽくて読みがいいですけど、無限列車の第2、若ふか眠りとか、無限列車の第3、本当なしと、ということで、ナンバー3は無限列車、第7は心を燃やせって書いてますね。第、5話は無限列車じゃなくて遊郭編ですね。第1、音柱、薄い天元。ナンバー6、遊郭編、立ち、第、ジム、音柱、薄い天元。うん。で、ナンバー7は、遊郭編。第1話、遊郭潜入。第8、ナンバー8はね、遊郭編何言ってるかね。第3話の何者ですかというシーンと、ナンバー9、遊郭編の遊郭編第4話、今夜。遊郭編第5話、派手に行くで、バチじゃねえや。で、遊郭編第6話、重なる記憶。ナンバー12、遊郭編第7話、変貌。ナンバー13、遊郭編第8話、終結。ナンバー14、遊郭編第10話、絶対諦めない。ナンバー15、遊郭編第10話、何度生まれ変わってもっていうことですね。ちょっとアナウンサーに向いてないですね。私は何言ってるか分からないですからね。私は分からない。まあそういうのが、今度のね、これです。うちがちょっとね、パッとしてないね。じゃあちょっとここ辺で。後で開けるシーンは明日の方でちょっと開けてからまた開けます。ね、感じですね。かっこいいですよね。炭治郎さんのこのシーンもかっこいいですね。煉獄さんのこのシーンと、煉獄さんのシーンは出ないか。なんか煉獄さんにそっくりやな。なんか煉獄さんにそっくりなとこもありますね。ちょっと違うね。煉獄さんですね。煉獄さんだわ。なんで、なんかここ辺がくくったらわかんなくなってきてた。で、開けてみたいと思います。中はチョコレートっていうことで、まあ中はね、開けなくてもいいのかなと思いますね。ちょっとね、ティッシュペーパーの上で撮ってるんで、台がね、いいのがなくて。じゃあ、1個開けてみましょうかね。開けるときはこういうふうに。うちの開け方あまり綺麗じゃないから、ASMR には向いてないんじゃないかな。わかんない。あ、きっちり貼り付いてる。うわぁ、こんな絶対貼り付いてるの？まあ、だったらもう切った方が早いですね。ぺったり貼り付いちゃってる。多分、取られないようにですね。貼り付いてるんだと思いますね。それしか言えないです。わからないもんだって。で、開けると、おぉ、硬い。あ、が出てきましたね。ちょっと後で上に上げて移しますね。おお、すごい。まあ、1枚目はこれですね。ちょっと、
ウツイガニ、マリ、ちょっと、バリウム、ポポン、ちょっとね、気づいてるから。で、このやつも、ちょっと切ろうと思うんだけど。多分、取られないように、こういうふうに、貼れていくんだと思います。ちょっとね、いい上だったんだけどね。ちょっとね、これは上上げますね。あとこれ外せないでいいんだけど、外せないでね。硬い鍋。ちょっと、今日、びっちゃりしていてね。うん。で、ここの、メーカーニューシンがこれですね。はい。ってんですね。ありましたね。無限です。じゃあ、なんか遊郭編ではありませんね、これはね。このシーンは。女装にして可愛かったですね。こうしたシーン好きなんですが。で、このシーンですね。遊郭編の方ですね。ほう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 ってすごい怖いやつですよ。あれでしたわ。うん。今夜ってことで、遊郭編のね、あれですね。第、4話ですね。今夜、ふんと思ったより骨がある。上限の上限の6は、ダーキと出会った善逸は、彼女が鬼であることを察知するが、同時に、ダキも、ダキも善逸も鬼殺隊であることに気づく。うん。そして直後に善逸の行方がわからなくなってしまう。定期連絡で集まった炭治郎猪之助は、鵜飼からそのことを知らせ、遊郭から出るように告げられるということですね。まあちょっと読みが悪いですね、私の読みはね。しょうがない。すんませんね。こういう感じです。うおー、うおーって感じですね。すごいですね、このシーン。うおーって感じですね。激しい。うん。で、こっちの方は、遊郭編7話、変貌ってことですね。恐ろしい。ちょっとここは削除ね。切られた、お兄ちゃーん、ありましたね、あのシーン。炭治郎の危機駆けつけた、ねずこさん。ねずこさんがね、あの時活躍しましたもんね。だったが、抱きと攻撃を受ける中で、ねずこの姿はより鬼へと近づいていく。鬼化が済んだねずこは抱きを圧倒するが、戦いに巻き込まれて血を流し、わ、ちょっとそこあったね。襲いかかろうとして、どうにかねずこをか抑え、こもとすぐ炭治郎はそこに抱きが、せまりというかですね。ちょっと怖いシーンですよね。ちょっと、言ったら良くないシーンでしたから、ちょっと黙りましたね。これですよ。うわーって、そういうふうに、ね、泣くやつですね。なんでこうなるんだっていうシーンでしたね。妹が切られてですね。別に言えないけど。こんなになるはずじゃっていう感じでしたね、そのシーンでした。で、こっちはまだまだ、容赦ないよ、私っていうところのシーンでしたね。覚えていますわ。いやー、よくできてますね、これ。こっちのシーンでもよくね。いいですね。いや、これ買ってよかったな。ちょっとね、値段は高いんですけど、欲しいな。まだこれ全部揃えたいなと思うけど、全部揃えたらすごい金額になりそうね。その全部揃うか分かんないもんね。買ってみなきゃね。すごい大量に買わなきゃ意味ないということですね。いいの買ったなと思いました。で、鬼滅の刃の名場面シーンですね。で、中はチョコスナックですね。こういうチョコスナックになっております。いいの買いました。私の中ではね。私の中では。まあ、よかったらチャンネル登録とグッドボタンね。していただけるとありがたいなと思います。ふわかすを、うわーって感じですね。すげえ。すごいですわ、これは。すごいです。
うん、じゃあね、まだ行くわよ、私、っていう。ちょっと優しいから怖いシーンになりましたね、ここはね。覚えてます。4月からね、里編が始まるということで、楽しみですね。ですね。まあ、よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。鬼滅の刃の開封編でございましたね。話は長くてすいませんね。まあ自分が好きなもんだったからちょっと長くなっちゃったね。ありがとうございます。